はい、こんにちは。いつも聞いていただいている方、どうもありがとうございます。今回が初めての方は、よろしくお願いします。ただ翼です。このチャンネルは、ビジネスセンスを磨くというコンセプトで、毎日配信をしていますえ。今日は何の話かというと、仕事の振り方についてです。主に若手や、まだその業務に経験が浅い方に、どうやって仕事を振るかを、 3つの論点から考え,ていきたい考えていきたいと思います。それでは最後までぜひお付き合いください。よろしくお願いします。はい。今日のテーマは仕事の振り方についてです。皆さんは普段お仕事で、誰か、他のメンバーにご自身のあなたの仕事を振る機会、どれぐらいあるでしょうか今日考えたいのは、特に仕事を振るときに、仕事を振る相手というのが、こう、若手であったりだとか、 まだ入社して間もない方あるいは業務ににまだ精通されてていいなななような方にどう方どやって仕事を振るかなんですでここで考えたいのは効率を重視して仕事が早く済むように振るのかそれとも相手の成長の機会をどれだけ作るかという、まあ、完全にトレードオフではないんですけれどもその2つをどちらのバランスを取るかによって仕事の振り方が変わってくるよという話になります。 話の構成というのは3つの論点をご紹介してそれぞれについてどんな振り方なのかを一緒に考えていきましょうはい任せる仕事のこう振るときの説明範囲ですねこれにはこう3つの論点があるなというふうに思ってますでまずその論点をご紹介してその後にそれぞれについてえ掘り下げてみていきましょう1つ目の4点は その仕事のやり方まで伝えるのか、やり方は相手に任せるかどうかです。2つ目は、問題解決策を考えてもらう。または、問題設定まで立ち戻って、そこから仕事を進めてもらうです。3つ目というのは、フル仕事についての全体像を最初に説明をするのか、あえて部分のみを伝えるかどうかです。では、それぞれについて見ていきましょう。1つ目の論点が、 やり方まで伝えるのかやり方は相手に任せるかどうかです。皆さんは普段仕事を誰かに依頼されるときにやり方、o うまで一緒に丁寧に伝えるかそれともやり方は相手に任せているどちらになるでしょうか。ケースバイケースだと思うんですけれどもここで考えたいのはやり方を伝える方がいいのか相手に任せる方がいいのかどういうその結果が変わってくるかなんです。 やり方まで伝えると確かにそのやり方に沿って相手はやってくるのでアウトプットされてくるもの成果というのはある程度説明をする段階から見えています一方のやり方を相手に任せる場合は例えばゴールをこうだけを伝えてそのこまでに行く道のり「ハウ」というのはうん任せる場合この場合はこうアウトプットの品質が変わるという、ま、可能性は高まってしまいます 一方で、じゃあ相手の成長を促すやり方というのは、私は後者のやり方をしっかりと任せる方だと思うんですね。やり方を伝えるところでも学びはあると思うんですけれども、うん、と仕事の目的は何かだけから、やり方は自分で考えることによって、その人はそれだけ自分で考えることによって、仕事のこう理解が深まっていきます。ここでは、やり方を伝えるというのは効率よく進めるやり方。 やりりり方方を相相手手にに任せせるるというのは相手のは、成長をより促せる方法になります。2つ目の論点が問題解決策を考えてもらうのか問題設定まで立ち戻ってもらうかですこの場合も効率化成長化というのは1つ目と同じで問題解決策を考えてもらうだけであれば効率よく進むことができます一方の問題設定までしっかりと立ち戻って考えてもらうためにはそれだけ問題は何かという問題定義まで仕事が及ぶので まあ時間はかかるんだけれども、問題設定を考えるというよりこう上位のレイヤーまで入っていけるので、より成長につながる、相手の成長につながるのは問題設定まで立ち戻ってもらう指示の仕方ですで。3つ目の論点も同じだと思ってるんですね。3つ目の論点何だったかというと、全体像を見せるのか、部分のみをあえて伝えて全体像を見せないかなんです。でこちらから全体像を相手に見せる場合は、まあ、それだけその場では 仕事のの理解というのは深まってうんと自分がやることというのを全体の中のこの,この部分というふうに相手はすぐに理解することができるでしょう。一方のあえて部分のみを伝えて全体像を見せないやり方これはどうなるでしょうか、まあ、この場合も、うん、リスクというか相手によっては部分のみそこだけを見てさっと終わらせることもあるしもしかしたら自分でその部分から自分自身でザー・ザ・ 全体像は何かというのを考えるきっかけにもなる考える機会学び仕事を深めるチャンスにもなるんですねよって後者の部分のみを伝えるというのは不確実性は大きいんだけれども自分で全体像を考える主体的に考えることにつながるのでどちらが成長につながるかというと私はあえて部分のみを伝えて自分で全体像を考えてもらうこのような依頼の仕方 仕事の振り方かなと思います。で3つの論点ここまでご紹介をして掘り下げてきましたいずれも順番であえて並べているのは依頼する相手にとってあるいはこちら自分にとってもあなた自身にとっても効率を重視するなら前者のやり方なんですね3つ順番に言うとやり方までを伝える問題解決をだけを考えてもらう全体像を初めからこちらで説明をする 一方の相手の成長の機会をより重視する重きを置くのであればやり方自体はもう任せてやるのか問題設定までちゃんと考えてもらうそして部分のみをあえて伝えて全体像は自分で考えてもらうこうした自分でやることの裁量範囲裁量権自分でこう仕事で考えられる範囲というのをより広げてその機会を作ってあげるこうしたやり方は確かに効率を重視するなら やめた方がいいかもしれないんですけれども、長い目で相手を成長の成長を促すのであれば、まあ後者のやり方かなと思います。で、ここまでの話を聞くと、全て後者のやり方がいいというふうに思うかもしれませんが、これは一概に絶対的に後者がいいというふうには言えないんですね。まああくまでケースバイケース、その相手によるし、同じ相手でも仕事の状況によると思います。こう緊急時で。 どうしても早くやらなければいけない場合は効率を重視することになりますし余裕があって相手の成長をより強く願うのであればまあ後者といったようなその時々の依頼するあなたご自身の判断が入ってくるのでご唯一の正解はないという前提でまあこういう論点があるよというのをえ知っていただいて何かこ,うこれからのお仕事で役に立ちそう,こう意味があったなと思ってもらえれば嬉しく思います。 はい。というわけで、そろそろクロージングです。今回は仕事を振るときに、どんな論点があるかについて、3つご紹介をしました。大きな論点としては、あなたが、依頼するあなたが、仕事効率を重視するやり方なのか、相手の成長を促すやり方なのか、機会を提供するのか、といったことを考えました。最後にまとめとして、3つの論点、もう一度言っておきます。やり方まで伝えるのか、やり方は相手に任せるのか。2つ目が、問題解決策は、 問題解決策を考えてもらうのか、それとも問題設定、問題の定義まで立ち戻ってやってもらうのか、3つ目が全体像をはじめに見せるのか、あえて部分のみを伝えるのかどうか。いかがだったでしょうか。はい。今回もそろそろ、えー、終わりで、最後まで貴重なお時間を使ってお付き合いいただきありがとうございました。このチャンネルはビジネスセンスを磨くというコンセプトで毎日配信をしています。次回もぜひ聴いてみてください。 また、チャンネル登録をしてフォローいただけると、新しい配信を見逃すことがなくなります。まだの方は、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは、今日も素敵な一日をお過ごしください。